出したり、あとは、ね、あの配信した内容を編集して、はい、お出ししたりしております。編集やってるのは、先ほどちらっと見えた太田くんですね。そうですね、太田さんが今日編集した動画を3つ持ってきてくださって、はい、前々回放送しました、はい、平井と元子、はい、ワンダと巨像ですね。そうですね、はい、そちらの動画を3つに分けて、アップ先ほどしました、はい、これがまたさっきあのみんなで見てたんですけど、めっちゃ面白かったですね、はい、本当にちょうどいい編集をしていただいてありがとうございます。そのまま流すわけにはいけなかったんで、そうなんですよね。また広告ですかね。ちょっと待ってください。なんすか、また入ってる、本当に。本当にってマジで、静岡人3、いや静岡人さん、うん、この波に乗れ。いやいや、じゃない、波じゃないし、このビッグウェーブに男さん7000行きましたけど広告ちょっと7000ポイントいった、やめてイエーイ、7000円でしょ。ちょっと皆さん集まってないから、人が集まってない、今日集まらないんでしょ、なんかの今日は集まらない日らしいっす。集まらない日に限って広告やめなさい、悪ノリ若干調子戻ってきた、何やねそのアナログ感。しかも今トップペイ注目番組22の上位に入ってます僕ら。なんでなんで入るのそういうのに、俺これなんで入るんだろう。ゲームも、ゲームもうだって俺しか映ってねえじゃん今。ゲーム映ってないよ。ゲーム配信番組なのにゲーム配信してないってなる。すごいっすね。ちょっと1万超え狙い、あ、なんか、ま、ちょっと待ってな。キュアドームさんからこのビッグウェーブ乗るしかないでしょ。いやいや、乗っちゃダメだ。違う、波と波の谷間今違う、間違ってるよ。呼びかけてるんじゃない。静岡人さんからまた来ましたね。違うでしょ、今のでしょ、今のでしょ、今のでしょ、そんなたくさんおかしいでしょ。あ、来た、危ない、怖いわ。もうそういうのもあのぐちゃぐちゃになってるでしょ。あ、今ぐちゃぐちゃになってるかもしれないですね、ニコニコ的にだって静岡人さん1000ポイントなさってますからね。入りました、大丈夫大丈夫大丈夫です。今7000円ですよね。今7500。7500。あと2500か。すごいなぁ。やめ。何これさ、こんだけたくさん広告入ったらどうなの？遅れて広告が表示されてるみたいですね。なるほどね。まだこれミッション中なのかな。もうポイントねえやって、いやもう使い切ってもらってますよ、これ。やめて。あと2500。違うよ。まあでも平井さんさっきねポソッと違うよ、声が聞こえないから声であと2500かって言ったので、あと2500。みんなが聞こえてますから。だってマイクここにあるから。あと2500か。何やったらでっかい声で言ってるから。1時間で広告1万稼ぐ芸人平井さん。いやだから稼いでないからね。みんなが盛り上がってるだけやし、ゲームの配信なんてほぼしてないんだから今。タグにも7500円芸人。なんかすげえでっかいの来たような気がする。ちょっと待って、ちょっと待って、まだ表示されてない。あのでも履歴には。あと40分。でもなんかすごいでっかいのが今来たと思います。ちょっと待って、でも履歴にまだ出てこない。もうあかん、そんな入れたら。はい、そうなんですよ。いや、9100ポイントってなってるんですけど、まだやめて、もう絶対やめて、やめて。これかな、あと900か。やめて、やめて。3人ぐらい増えてる。ちょっとほら、静岡人さんがまずまた1000ポイントくださって、そこに波があるから。いや違う、あるんですよ平井さん。コメントでいい、コメントでコメントでいい、必ず拾うようにするから。なんか NGC プレナスミンさんが、これもまた来ていただけますね、うん、ザ漫才2011認定漫才師のアメザリ平井さん、広告炎上中。いや炎上中って600ポイントで頂いております。いや2011以来もらってねえし、暫定中だし今。暫定漫才師誰が決めたんや、暫定って。誰に認定され超えた
弊社さん、でもとりあえずまずちょっとやめろ読んできますね、うん、大胆さんから平井さんのおかげで PS3 買いました。この番組は最高や。ありがとう。それはありがとう。そして、え、そして何？1万飛んで1100ポイントになってます。飛ぶ意味分かれへんよ。飛ぶ意味分かれへんよ。1万飛んで400でしょ、はい、なんで飛ぶんだ。いや、1100の時は気持ちが高ぶって、お前が飛んでるだけやねん。何やねん。あ、ニッポさん、ニッポさん真のストッパー900ポイントで、あの広告カテゴリー政治って見いひんから。いろんな人来るやん。ちょっとオキュラス貸して。なんか政治に近いかなこれ。なんか軍が使えるガジェットかな。サイバー。サイバー。俺サイバー。こんなに近未来感しないサイバー初めて聞いた。ちょっと待って。え、マジで？いや、だってキュアドームさん、あとは任せろ。いや、なんか違う。任せ。あかん。来ました。なんで？広告結果、はい。ニコニ広告で来場者が0人増えました。いや。お前ら伝説作んなや。だいたいさ、1万1500ポイントいって、なんで0人やねん。ツイッターに書き込め、今すぐ。平井は1万1700ポイントまでいってるよ。1万1700ポイント使ってんのに、0人だったって言え。もう。やめろ。神回じゃない、こんなの。まあ、運営側が噛んどるかな、このまま。お前、システム噛んでもうとるかな、お前。こっちは洋さん喋っとるの、なぁ、流れ君。こっちは洋さん流暢に喋っとるかな、流れ君。今日ほとんどトーク番組ですからね。そうやで、ほんま。ゲーム全然してるからね。もう、コントローラー触ってんよ、コントローラー触ってん、お前。オキラスしてるだけやからな。どうも、アメリカ在住の平井でーす。どうもー。で、多分ね、あの、広告で誰も来てないんでね。あの、今、身内で盛り上げてるだけなんで。説明してもしょうがないですけど、そうですね、いつも通りの身内2630人で盛り上がってるだけでございます。ありがとうございます。みんなで遊ぼうぜ、もう。いくらお金出しても広告つけても人は集まんねんだからさ。これはこれで面白いって。いやー、すごいですよ。しの、え、すず、やめてくれ、鈴宮さん、みんな平井にパワーを。違う、やめろ。人ですからね。元気玉、やめろ。元気玉という広告を集めるのだけやめてくれ。誰に対して打ったらええねん、その溜まったものは。そしてですね、今この喋ってる間に誠さんが広告もらうとパニックの波に乗る平井さん。いや、やめろや。これは。で、R18 を入れるな、ほんまに。入れるな。太陽万歳。平井さん、1万2千ですよ。いや、だから1万2千もないよ、俺、スカウターで見ても。いやー、2や、俺、2しかない、2。しかもこれで減っていってる、ちょっとずつ。いや、もう宣伝なんてしなくていいの。やめろ、頼む、やめてくれ。もう何言うてもあかんわ、君ら。そっちはそっちで盛り上がってるやろ。別ウィンドウ広げてなんかやってない？今平井の見ながら配信してるんですけども、みたいなやってない？そっちで。そっちはそっちで盛り上がってるやろ、みんな。ちょっとやめて。ちょっとバレた。もちろん延長ですよねって言ってるけど、これはお前あれやで、原田くんの帰りの電車によるからね。間違いなくこのポイント数だけでいけばタクシー乗れるんですけど、いかんせん僕らに帰ってこないっていう。このポイントでね。原田さんどうすかって、ちょっとオキュラスで見るわ。ちょっと待ってな、みんな、オキュラスで原田くん見るわな。よし、なんだ。さあ、今画面が、見えてますね、はい、その画面、パソコンを、じゃあつけてください。はい、はい、どうでしょう、映ってますか？広告が設定されました。さあ、この間にもトメさんから、え、募金はこちらですか？いや、募金じゃない。違う、今見て、今これね、はい、こういう感じで見てますが、この真ん中にカメラで撮ってるのが太田くんね、これ太田くんですよ。太田さんですね。その後ろにいるのが
原田さん、ね、これみんな認識 してんのこれあの後ろで見えてます見えてます今見えてます今原田さんがうつ伏せになったのは見れましたさあ延長かどうか丸か×で手で大きく表現してください。それでは原田さん延長ありですかなしですかさあどっちバーダンなしあるあるありあり皆さんあの崩れないと言われた原田の壁が今まさに今一のコメントになってるいやいやすげえコメントいや意味分かれ意味分かれへん意味分かれへん意味分かれへんもうこれ何やねん原田原田と原田ってこれ何やねん延長してどうしよういやなんか某巨大掲示板も炎上中らしいです今なんで多分このニコ動の件じゃないですかああちゃんと見れてないからはいでもこれどうみんなちゃんと見れてんやろはいなんだかんだ2800視聴まで来ておりますから我々ゼロ人ですけどゼロ人です今セインツロー今仲間が2800人2806人の仲間で遊んでるだけですからどニコ広告生放送中ランキング1位ニコニコ広告の今生放送中ランキング1位やめろ誰も来ないんだよすごいおい広告設定されました。ゆうこさんから。はい、気になる T シャツはこちらです。2806人のみんなで遊んでるだけやろ。みんなも配信してんやろ。平井の配信バカだぜって。だってもうタグに1万2000円芸人っていうのもありながらあの1万広告で0人伝説って来てますからねもういやいやほんまやで0人しか来てないいやこれでも本当に伝説になっちゃいますねよし広告が来ねえからポカリス言っとこうポカリス記事とか書いてくんねえかなっていうポカリスこんなん記事にならへんよこんなん、ね、すごいっすねいやだって半分以上もしかしたら喋ってますよ今日だってそうですよ30分延長でいいですか広告設定されました、はい、NGC プレナスミンさん祝延長決定延長通何延長通って何どういう意味分かんないでも延長祝延長で広告いただいてますよ原田さんがどうも原田さんに対する原田君が、はい、とりあえず30分でいいですかと、はいわかりますよね、この意味を、はい、とりあえず30分でいいですかって今原田さんから来ております延長2です30分延長でございますはい、はい、プレナスミンさんは今実況中とここでもう勝手に交流してくださいみんな勝手にあのご歓談を皆さんご歓談をゲームしようもう俺ちょっとゲームする割と叫びすぎて喉が詰まってきたんですけどそれはね、まだ喉で喋ってるからなんだよねそうなんですよ、僕よく皆さんに喉で喋ってるって言われるんですけど、はいはいはい、それはもう喉で喋ってますはい、広告設定されましたなんでやねんなヤッホーイさんからゲームをやらせろ乗るしかねえ、このペンビッグウェーブにいや、ビッグウェーブじゃないから、全然いやもう iPhone 並ぶみたいなことになってますもん何何 ?iPhone 何 iPhone 並ぶみたいになってるってね、おそれ説明してくれ、それ説明してくれ。いや、あの、そもそも長そうだな、この説明もうこのビッグウェーブって言葉が乗るしかないこのビッグウェーブにって言ったビッグウェーブ男さんっていうのがいまして、はい、iPhone 買った時にその人がコメントをしてテレビに出たということでなるほどネット民で有名になった以上っすおお素晴らしいおー、喋れた素晴らしいそういうのがあるんですねはいへえしか来てないしか来てないだってね、へーだよね、はい、さっきまですげえ賑わったコメントがシーンとなってる、はい、あんなにたくさん広告つけたのにね他なんか説明してよいやいやいやねえ、なんか